皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。まさじっちゃまチャンネルの、まさです。今回の話はですね、やらかしちゃったシリーズのパート9になります。前回、動画でアップした、髪をこう、かき上げている女性と、ロン毛の男を見間違えてしまったっていう話が、あるんですけど、それにちょっとね、似たようなやらかしちゃった話なんですが、まあ、会社帰りに赤信号で、止まっていたら、右側の隣のね、車の助手席側にね、まあ、茶髪でくるくるパーマをかけた、可愛らしい女性がちょっと後頭部なんですけど、見えたんですよ。それでまあ今時ちょっとね、昔はパーマ払っていたんですけど、まあくるくるパーマで珍しい頭だなぁなんて思いながらね、まあ少し隣の車が前方にいたもんで顔は見えなかったんですけど、まあ信号が青に変わって、私の車線がね進み出したんで、まあちょっとゆっくり進んでいったところ、隣の車とまあ横に並びまして、どんな可愛い女性が乗っているんだろうと思ってね、ふとまあちらっとね見てみたんですよ。そしたらですね、そのくるくるパーマの女性がね、どんな顔してるんだろうと思ってね、見たらですね、なんとですね、犬だったんですよ。今流行りのトイプードルじゃなくって、もっとでかいやつ。あれ、プードルって言うんですかね。いやー、やらかしちゃいました。まあ、女性と犬を見間違えるようでは、少しちょっと私も、ちょっとやばいですね。ちょっとね、これからね、気をつけたいと思います。見間違いがちょっと多すぎるんで、ちょっと、チラ見するのを控えたいと思います。まあ今回はね、ちょっとそういう話で終了したいと、思います。やらかしちゃったシリーズ、まだまだ続きますので、次回もまた、面白いような話ありましたらアップしたいと思いますんで、次回もまたよろしくお願いします。それでは、また。